はい、どうもこんにちは。さて、今回はアークサバイバルエボルブドというゲームをやっていきたいと思います。このゲームは、サバイバルをするゲームです。初めやるときは、マルチサーバーって言って公式サーバーとかあるんだけど、他の人たち、オンラインにつないで他の人たちもいるこの島で生活するタイプと、あとは普通にオフラインで一人とかで遊ぶこともできるんですが、この動画では、一応プライベートでは公式サーバーの方で遊んでるんですが、この実況では、自分で作ったオフラインでのんびり遊んでいこうと思います。で、まあ一人なんで、いろいろ難易度は簡単にしてあります。例えばですが、これね、採取することができる、んですが、まあ、こんなに、左の方に今出た、手に入ったものが出るんですけど、普通はこんなに手に入んないです。ただ、今難易度を簡単にしてあるので、いっぱい手に入る。まあ、そんな感じでやっていきます。結構ね、このゲーム、公式サーバーだと、素材集めも大変なんだよね。で、まあ、目的は何だろうな。とにかく生き残る。って感じです。とにかくサバイバルです。で、一応レベルもあるんですが、まあ、とにかくなんかいろいろしてるとレベルが上がっていきます。まあ、そこまで気にしなくても、遊んでればレベルが上がっていきます。世界がめっちゃ広いんだよね。で、こっからなんかいろいろアイテムを作ってできます。まあ、ツルハシを作ってますね。間違えて捨てちゃった。お腹も空くのでね、こうやってさっき草むらで取った実を食べます。とりあえずどっかに拠点作りたいな。なんだここ、なんもないぞ。で、そう、重量っていうのがあるんですよね、このパラメータ。ここの、どこだ。重量ってのがあって、まあ重量ってのは求めるじゃねえ。求めてどうすんだ。持てる量ですね。やべ、あそこに恐竜がいる。あ、そうだ。先にその説明しなかった。恐竜が住んでる世界でのサバイバルです。火打ち石が欲しい。火打ち石はこういう大きな石にツルハシでやると手に入るのよ。やべえな、噛みまくって。ちょっとね、実況がすごい久しぶりだからめっちゃ噛みまくってるわ。で、アイテムはこうやってショートカットに入れるといろいろ楽になりますね。これは松明、これが斧。それで槍、チキン。槍はすぐ壊れるもんでね、2、3個くらい持っといた方がいい。ちょっと恐竜と戦ってみますか。死にそうだけどね、結構恐竜強いんで、普通に中型の恐竜に出会ったらまず死にますね、今のステータスじゃ。こいつなら勝てるでしょ。こいつは毒吐いてきます。危ない。勝てるよな。分かった。そうか、難易度簡単にしてあるんだ。これね、普通のサーバーでやるともっといっぱい攻撃しないと倒せないです。難易度をめっちゃ簡単にしてあるので まあ、だからここでの敵の強さとかプレイヤーの強さとかそういうのはあんまり当てにしなくてもいいですが、まあゲームが苦手だよとかね、あんまりプレイする時間がないよっていう方はこういうこともできるよっていう参考にはなるかもね。これならね、拠点作りとかもそんな苦労しないかもしれない。
そうだな。レベルが上がると、こうやってね、ポイントをもらえるんですが、ポイントを消費して、なんかいろいろ作れるようになります。藁の土台。じゃあ、とりあえずちょっと藁系を用意してみますか。収納ボックス欲しいな。あと、なんだ。何もしてなくても一応経験値は溜まっていくのでね。テント、かがり火、結構いろいろあります。弓、まあ、とりあえずどんな感じかを簡単に、ここを拠点にするつもりはないけど、土台4つにこれ1個、これ1個、あと壁、屋根、今作ってますね。で、こう、これは一応こんな感じだよって説明するために一応作ります。藁の土台を月に置くことができます。こうやって。結構ね、いろいろ考えてね、いろんなものが作れるので、建築してるだけでも楽しいですね。で、窓枠、ドア枠だ、ドア枠を置いて、ここにドアを設置する。これでね、こうやって。で、公式サーバーとかだとね、他のプレイヤーもいたりするのでね、鍵をかけることができるんですが、そうすれば他の人は入ってこれなくなります。まあ、だからそこら辺も安心ですね。逆に鍵をかけないとね、なんか入ってこられたりするから。あ、変なとこ行っちゃった こんなとこいらねえよってね。まあ、こんな風にね、好きに置いて、屋根もこう設置して、屋根これじゃ低いな。まあ、こんな風に、まあ、これは仮だから拠点にしないけど、こんなことができますって感じですね。ちょっと探検したいな。これね、まだ僕がやったことのないマップなんで。え、あいつは襲ってくる。強そうなんだけど。え、2体もいる。レベルが上がるね。レベルは、ここでポイントを振ることでレベルが上がったことになります。で、これも結構簡単にしてある。簡単。難易度を楽にしてあげて。あるので、能力値の上昇がやばいですね。攻撃してくる。やばい。来るな、来るな。やばい、強いぞ。あ、やばい、病気にかかっちゃった。右下のあたりにドクロマークで、ゲージやね、カウントダウンがされてると思いますね。これ、なんか病気ですね。あ、死ぬ、死ぬわ。強っ。なんでこいつ、やべ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 、あ、死んだわ。骨が折れてる、骨が折れてる。右下がデバフですね。メガラニア。レベル10。え、レベル10でこの強さが。やば。で、死んじゃうと、こう、マップがあるんですけど、まあ、リスポーン地点を選ぶことができますね。この辺にしよう。さっきと同じとこ。ただ、ランダムになっちゃいますね。ベッドを用意すれば、そこから復活することができます。で、死ぬとアイテム全部落とします。マイクラと一緒ですね。だからまたこうやって集めなきゃいけない。でね、頭装備はこうやって妹のとこから非表示にしたい。妹もあったりするんだよね。なんか、まあ、オンラインでコミュニケーション取ったね。カメ、怖いな、お前。ドスドス言うから。結構ゲームを下げてるから、みんなにドスドスって聞こえてんのかな。強いな。あ、で、パラメータ何上げたらいいのって思うかもしれませんが、まあ、重要なのはまず重量ですね。これがないと物をあんまり持ち運べません。で、あとは移動速度。移動速度もちょっと欲しいですね。110くらい。これは、まあまああれば、ちょっとあれば恐竜から逃げやすくなります。で、あとは体力かな。
まあ、とにかく一番大事なのは重量。まあ、人それぞれそういう意見は持ってるんだろうけど、重量は全員大事だと言うと思います。で、この石とかも拾えるね。やべ、拾える量がパネ。また作んなきゃ。で、そうね、死んだところに一応荷物は落ちてるんですけど、あいつ怖いから行かない。っていうか、このサーバーだと拾える量がやばいから、取りに行く必要ないな。まあ、何度も言いますが、普通の公式サーバーとかだとこんな簡単ではないです。何個も何個も石をね、壊してようやくツルハシ作るとか、こんな感じなので。今何作ってる？斧に槍。槍もう一本欲しいな。木材。で、結構ね、ゲームを進めるとね、重火器、ピストルとかライフルとかも作ることができるし、結構幅がありますね。レベル上げないと。レベルが、経験値も増やしてるから、すげえどんどん上がってく。なんか死んでる。肉取れないか。海だね。ちゃんと海もね、泳いでいけるんだけど、多分体力が途中でなくなると思う、これ。緑のピョーンってなってんのが、死んだとこですね。どうしようか。全然いろいろいけるんだけど、怖いんだよね、普通に。ベッドを作るには川が必要なんだよね。川を通るためには、あれ、なんだっけ。動物を倒すしかないんだよね。ないんだよね。さっきの亀倒すか。倉庫とかもないからな。結構きついな、最初。最初はやっぱきついと思います。僕も普通にやった時は何度も死にましたから。ようやく落ち着いてはきましたが。弓作って矢を大量に作ろう。で、弓もショートカットに入れます。L1 プラス四角で。すげえ、めっちゃレベル上がる。レベルもこんなに、まあ最初は早いですけど、こんなにどんどんは上がらないですね。あれ、当たんない。あれ？なんだこれ？あれ、当たんない。当たんない。なんだこれ？なんだあの岩は？謎の岩。謎の岩。謎の草とかけてみた。お、めっちゃ取れる、めっちゃ取れる。すげえ。あ、なんだこれ？なんだこの石？なんか変な模様じゃない？あ、消えた。あ、ちょっとバグっぽい感じか。え、なんか変な鳥もいる。あれ見たことないな。げっ。またあいついんじゃん。あ、でもこいつ雑魚だったか。こいつは雑魚だった。まず毒をかわして、毒をかわせばしばらくは毒してこないので、こいつは倒せんな。川45、やば。普通だとね、2個とかそんな感じですよ。やば、45って。これでもベッド作れんじゃない？あれ、作れない。あ、ベッド取ってないのか。ここでレベルが上がったらね、取っていった方がいいですね。どこだ？川の寝袋。シンプルなベッドが欲しいな。あと、これか。シンプルなベッドは、川の寝袋は一回使いっきりですが、シンプルなベッドはずっと使える。代わりに、クールダウンがあるんですね。一回使うと5分使えないっていう。壺とかあるのか。もう革のシャツとか作る。すげえ、レベル上がるの早いから、いろいろもう作れるな。そして、素材もいっぱい取れるから、作れんじゃね？作れないか。さすがに作れないか。何が足りない？繊維はどこで取れるでしょう？正解は草むら。
やば、楽だ。めっちゃ楽だ。こんなにすぐ革装備が手に入ると。革装備手に入るのは結構ってほどでもないけど、割と結構進めてからになりますね。死んだらロストしちゃうからね、怖いしね。同じの作っちゃった、捨てちゃった。同じの作っちゃったっぽい。もったいね。ポイポイ捨てる。いらないのは捨てる。何が足りないんだろう。どう？どう？どう？これか。川。また川か。亀。亀倒せるかな。こいつレベルいくつ？亀。見えん。レベル3。弱。いけるぞ。ふい。あれ？当たった？弓に切り替えて。本当にプレイヤーはめっちゃ弱いので。あれ？いや、1個しかできてないの？マジか。マジか、マジか。マジか、マジか。ちょっと待った。ちょっと、たま。どれだ？これか。来てる？来てるよね。あれ？後ろ向けない。遅っ。今、矢を大量生産してます。引き絞って引き絞ってシュー。やべやべ、どんどん来てる。いてー。え、強っ強っ。あ、でも 革装備にしたからちょっと防御力が上がってるけど、やべ、いや作りすぎてる。いや、まだ作ってるよ。ちょっと待った。作ってる間はダッシュできないのね。あ、終わった終わった。まあ、亀はこういう戦い方ができるけど、恐竜とかは無理だよね。追いかけていくの早い。やば、肉とかめっちゃもらえる。やべえ量だな。あとどこ？頭と足と。あれ、作れないじゃん。あ、繊維か。銅、繊維、ブーツか。繊維取れてないの？ 48 個も取れてるけど。ブーツ、頭、銅。今作ってます。食べとこう。あ、間違えてます。また捨てちゃった。お腹はどんどん空いていくのでね。時間があるときに食べるといいかも。生肉食べちゃダメですよ。このゲームのリアルでもそうだけど。あ、やべえ。暗くなってきてる。時間の流れもあるんでね。夜になるとマジで見えないので、結構危険です。どうしよう。どうしよう。一回この辺りに拠点作る？簡単な。ね。わら。で、ツールによって取れるものが変わります。例えば木ですが、斧だと見ては変わりますね。木がいっぱい取れます。で、ツルハシにすると、はい、罠じゃねえ、罠が取れってどうすんだ。藁がいっぱい取れます。で、まあ初めのうちは脱水症状とかなるからね、水の近くに作るのがいいでしょう。木の建物作れるかな。木の壁、木の土台作れるけど、菜園とかってね、農業もできますよ。木のドア。当然ね、木の方が丈夫なんで、藁より。ん？動けない。で、マイクラと違って、寝れば時間が進むとかそういうのがないんで、まあ夜はもう夜で頑張って生き延びるしかないんですね。素材の手に入る量がすげえな。で、まあ作っていきます。土台、壁、
あれ、もう素材足りない。ポン。これをね、どっか適当にはめて、ショートカットにはめれば、設置とかも楽ですね。あ、間違えた。そっちに置こうと思ったんじゃない。何が足りない？木材、繊維。え、マジで？結構作っ、え、結構取ったはずなのに。これ変わる。結構取れてるはずなのに。こんなに取れてても、やっぱりなくなっちゃうんだね。やば、くらくら。あれが欲しいな。かがり火。ない。いいや、これにしよう。焚き火。あ、そう、焚き火重要なんだよ。最初、序盤はまず焚き火だね。焚き火は明かりにもなるし、で、火をつけるには、この三角でインベントリー開くってあるんですが、開いて、開かない、開いた。で、木材か藁を入れます。藁でいかないから。で、ここに肉を入れると肉を焼くこともできます。で、ボー。いいね。ただ全部は取ることができません。だからまあ欲しいものを選んでいくって感じですね。一応分かりにはなった。これもつるはし。木が欲しいけど木がない。松明。